今回ですけどもこちらの深川由市のポテトチップス食べてみようと思います化学調味料無添加ポテトチップス国内産じゃがいもを植物油で揚げ焼き海苔と食塩で作りましたのり塩味のタイプになっています裏面のデザインはこのような感じになってまして原材料じゃがいも国産遺伝子組み換えではない 植物油、食塩、焼き海苔といいう風になっていますここにマスコットキャラクターのマスコットありますけれどもクマちゃんというですねマスコットキャラクターがいるようですそれではこれから開封していこうと思います それでは開けてみました。このような感じでのりもですねちょうどいい具合でかかってるなっていう具合ですこんな感じの見た目でで薄めのポテトチップスでサクサク食感が美味しそうです横からの見た目こういう具合ですねそれでは少し食べてみます うん、塩味メインのこのサクッとした食感。これが結構いいですね。味ちょっと、塩味の味濃いめかもしれないです。で、海苔の風味ですけれども、海苔の風味はこう穏やかに感じるような具合で、こう、少しですね、ちょっとしたアクセントになるような感じで、全面に海苔というよりも、 ポテトチップスのジャガイモと塩のシンプルな美味しさを楽しむという感じのポテトチップスになっているなっていう具合です。この福川祐司のですね、ポテトチップス、結構人気あって美味しいみたいなので、えー、機会がありましたらぜひですね、食べてみてください。美味しかったです。